こんにちは。今日はミルクレープを作ります。今日は3月3日のお雛様ですので、3色で色をつけてお雛様っぽいシンプルなミルクレープを作りたいと思います。まずは材料です。こちらには薄力粉が 130g とベーキングパウダーが小さじ2分の1杯 2g ぐらいと、あとお砂糖が 20g 一緒にふるってあります。牛乳は300、卵は3個、そして、こちら抹茶です。お抹茶の粉が 2g ぐらいと、ピンクの赤色の食紅が少々、それから太白ごま油です。ではまず、こちらふるった粉、大きなボウルにふるってください。こちらに牛乳を少しずつ加えていきます。いっぺんに加えるとダマになってしまうので、牛乳少しずつ加えてください。こんな感じで粉が、つぶつぶがないなっていうぐらいになったら、こちらに卵を3つ加えます。1個、2個、3個です。でこちらもよく混ぜます。卵が完全に混ざって滑らかになったら、残りの牛乳を加えます。完全に卵と粉がしっかりと混ざったら、こちらを3つに分けたいと思います。大体でいいですので、3つに分けてください。3つに分かれたら、あとは白色の生地を1つだけ残して、あとの2つにピンクとグリーンの色をつけていきたいと思います。はい、まずピンクはこちらの食紅に少しだけお水を入れて溶かします。そ
これにこれをこちらの生地に入れてください。あまり赤くなりすぎない程度に入れていきます。赤いボールでやったので分かりにくいですけれど、少し色がつきました。ピンク色にしてあげてください。そしたらピンクの生地も置いておきます。で次にグリーンなんですけれども、抹茶の粉直接入れるとダマになってしまいますので、一度ちょっとこちらのちっちゃい泡立て器でほぐしてもらったら、こちらに牛乳を少量入れて、ちょっと練るような感じで抹茶の粒々をなくします。ある程度ちょっとしっとりと牛乳でしたら、こちらの生地を少し入れて、まずは抹茶をよく伸ばします。程度溶けましたら、こちらを生地に合わせていきます。抹茶の粒々がなくなるようによく混ぜてあげてください。3色できましたら、これを30分ほど休ませます。あとはフライパンで薄く焼いていってください。はい、クレープ生地を焼き上げました。緑とこちら白、黄色ですけど白とピンクです。こちらを冷ましている間に、上乾燥しないように濡れ布巾や濡らしたキッチンペーパーなどをして乾かないようにしておいてください。ボウルによく冷えた生クリームを入れます。こちら生クリーム1パックですので200です。こちらにお砂糖を 15g 入れて立てていきます。このぐらい、6分立てぐらいになったら、こちらに練乳を加えます。お好みで入れてください。今日は 15g 入れます。さら
に混ぜていきます。立てすぎるとパサパサになってしまいますので、はい、このぐらいで大丈夫です。はい、ではクリームと生地の用意ができましたので、順番に重ねていきたいと思います。一番下の生地です。こちらは、表側を下にしていきたいと思います。ではここに先ほど立てたクリームを薄く塗ります。たくさん塗りすぎてしまうと最後の方のクリームがなくなってしまうので、配分を考えて塗っていってください。このあとは全部表側が上に来るようにしてのせていきます。一番最初に緑で、次に白、最後にピンクにしていきたいと思います。緑が終わったら今度は黄色をのせていきます。真ん中が盛り上がりやすいので、なるべく縁へ縁へクリームを入れるような感じでのせていってあげてください。真ん中よりも縁にたくさんのせる気持ちでやっていきます。黄色が終わったらピンクも重ねていきます。はい、これで最後の生地です。一番最後の上に来るやつはなるべく一番綺麗で、なるべく大きめのやつを取っておいてください。それを一番上にかぶせたら3色のミルクレープの出来上がりです。あと一番上はお好みで可愛くトッピングをしてあげてください。はい、今回はシンプルにいちごを6つ飾って出来上がりです。
ではこのまま冷蔵庫で1時間以上冷やして生地とクリームをなじませてください。切ると綺麗な3色の断面ができていると思います。では皆さんも作ってみてください。さようなら。